さあ始まりましたマーケットアナライズです。岡崎さん、今週は先週は一応タカ派ショックという言葉で片付けたんだけど、はい、今週は頭この辺ハテナマークで何て言おうかな、言葉詰まってると。そうですよね、ハマスの話もありで、日経平均株価3万2500円まで戻りのですよ。で、まあ、もちろんこれから、アメリカの FRB の高官がこういうこと話したとか、まあ、CPI がどうだったかいろいろ話すんだけども、第一声が出てこない、第一声が出てこないから、こういう時はこの人に任せるしかないなと、そんなふうに思っています。はい、今日のゲストは日清基礎研究所チーフエコノミストの矢島康秀さんです。矢島さん、よろしくお願いします。こういう時は何から話しゃいいんですか？多分だから後で岡崎さんの解説あると思うんですけど、そのアメリカの、2週間前ぐらいやっぱ金利してた長期金利の話っていうのは、うん、とかあと CPI の話とかっていうのはある程度その方向性が見えてきてるので、あの経済のその基礎的状況っていうので多分語れない状況になっちゃったと思うんですよね、うんうん、アメリカだと多分今まだニュース減ってますけど、例えば、11月の17の、つなぎ予算ですね、これ多分また揉めるので、また政治の問題になるじゃないですか、うん、でヨーロッパに目を転じるとウクライナとかその戦争の政治の問題もある上に、今回あのイスラエルの話も出てきちゃってるので、うん、なんか経済の話というよりもなんか政治の枠組みがどっちに行くのかがちょっと見えないと、だってその政治というよりは、まあ、宗教であったりとか、そうそうそう、政治というよりは暴力だったりとか、政治というよりは戦争であったりとかっていう形になっちゃうとちょっとお手上げですよね、これ。説明、我々何コメントしていいのか、なんか 不必要なとかこう不適切な言葉が出てしまいそうな。いや、だから不適切な言葉っていうので、なんか一番ちょっとその講演とか説明で最近すごく気をつけてるというか、うん、あのこういう言葉があるんですけどっていうので、みんなでちょっと考えましょうって言ってるのは、あの株で考えるとよく言われる話で、よく言っちゃいけないのかもなんですけど、戦争は買いで平和は売りっていうじゃないですか。うんうん、だからこの状況になるっていうのは自分がそこに行くから距離が遠いとか関係ないって話だと思うんですけど、うんうん、本当にそういうシナリオでいいのかっていうところって、うん、っていうのは、あの今週そのあのイスラエルの話まあ、あるんですけど、あの仕事上ですね、あの今私の周りとかですごいやっぱ気になってるのはセルビアとかあの辺の周りの国があって、今もう結構いろいろ問題起きてきてるんですよね、うん、そうするとそれもあのイタリアに直結する話になってきて、隣ですもんね、うん、だからもう飛び火とか他の話がもう出始めてるので、うん、なんかその辺どうやってあの考えていいかなっていうのを今週も本当思いましたね。もうちょっとこの話でいい、はい、なんで防げなかったんですか、あれだけイスラエルって防御システムがしっかりしててもう大丈夫だと思う、てっきり思ってたんですけどね、うん、いやだからこれこういうこと言ってもまた不謹慎なんかもしれないですけど、そのウクライナの問題を考えた時に、うん、例えばその、まあ、政治学者僕もそうですけど、あの普通の状況から条件考えればロシアはウクライナに侵略することはないと思ってたわけじゃないですか、うんうん、だから普通じゃないことが起こってるんだと思うんですよ、うんうん、だから今回のイスラエルの話も普通に考えたらこんなことになるって多分みんな思ってない状況のことが起こってるってことは、うん、多分僕たちが常識とか当たり前の頭で思ってたことと違うことが絶対起こってるはずなので、うん、あのウクライナの時もそうなんですけど、後解釈で多分いろんな解釈が起こったと思うんですけど、うん、多分解釈ではできない話が何かあるんだと思うんですよ、なんか、ね、そこが多分その岡崎さんが言ったその、経済政治って、まあ、ある意味その倫理観とかその思考が成立するところだと思うんですけど、そうある程度学問があったりとかプロセスとかロジックがあったりするところだけど、ちょっと違う感じがするんですよね。そう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 、だからちょっとあの頭の整理やっぱ必要、頭の整理というかちょっと慣れが必要なんじゃないかなと思いますけどね、うん、いや鈴木さん冒頭からあの私もわからないんですが、あの正義がどちらにあるかは分かりにくいですね、うん、ウクライナとロシアでしたら明らかに正義はウクライナにあってロシアが悪役というかあの悪事を働いている、今回はパレスチナが悪いのかイスラエルが悪いのか、そもそも何をしていたのかってい う, そのもう4000年の歴史にから遡って考えていかないといけないので、単純にアメリカがイスラエルについたっていうのをもろ手を挙げて西側はもう歓迎できないような状況が出てしまってるなっていうのは難しいなと思いますね、本当にね、経済とは切っても切り離せない問題だけに私たちも注視していかなくてはいけないですけれども、うん、さあでは今週も通常通り進めていきましょうか。そうなんですよ、はい、まあ、でもさっきまあ矢島さんが言った通り、あの戦争は株が上がるんですよね、行きましょうか、はい、マーケットアナライズで資産運用を考える習慣を、まずはよりグローバルな視点からマーケットを分析していくグローバルラップです。
日経平均株価が3万2500円まで戻ってきて、はい、まあ、ショックと、先週判断したんだけど、まあ、それは正しかった。ショックだから一過性のもんだったということにはなったんですけども、ただこれ次の展開どうしようかなっていうので、ちょっと頭の中で整理がまだ、まあこれだけ動いたんで戦略の転換っていうのは誰しも考えなきゃいけないなっていう気がするんですけれども、はい、問題は何も片付いてない。例えばアメリカの利上げが終わったわけではない。長期金利が下がった、ピークは打ったかもしれないけども、はい、下がるトレンドに入ったわけではない。で、先ほど矢島さんがおっしゃったみたいに議会の問題があって、ここにイスラエルハマスの問題が出てきて、でまあいいかっていうので株が上がっちゃってるんですけどね。ただどうですかね、これは鈴木さんに聞こうかな。これ日経平均だけですよね、はい、やっぱりね、今動けるのが。そうですね、株買えます、今一番買い戻しというふうな言葉が今一番ふさわしくなってしまっているようです。ただもう少し見ていくと、半導体関連株が上に抜けてきてるっていうのも現実。でもそれアメリカが言ったからでしょ。別に日本の半導体の業績がいいニュースが出たわけじゃなくて、人の行く道を後ろからついていってるだけでしょ、うん、そうですね、そういうところもありますね。ここまではいいというところですね。この上が、うん、描けるかというとなかなか見えないところがありますね。なんかね、非常になんかこう荒っぽいというか、こう嫌な言い方なんだけど、日経平均しかね動かせなくなってきた気がする、うん、つまりなんていうのか、まともなっていうのかな、真面目にというのか、こう一個一個この会社がいいからっつっても、どんなに会社が良くてもこんな金利上がっちゃったらいいじゃん、うん、もう金利でみたいな話になっちゃうので、うん、ちょっとそこのなんかこう、なんか非常にこうがっかりしたみたいな、うん、ここまで行っちゃうとしばらくの間、まあ、鈴木さんにですね MBS とかやってもらうんだけども、なんかあんまりね親身にならないっていうのかな、やっちゃいけないんだけどね、そういうことはもっと真剣にやらなきゃいけないけど、しばらくちょっとこうエアポケットに入っていくような気がしますね、うん、すいません、印象で語ってしまいました。日経平均株価は10月4日が安値です。10月4日投資の日にくしくもですね安値をつけて、うん、すごいタイミングだなという気が。でも絶好の会話だったじゃないですか。そう、投資の日という意味で。そう、あの日たまたま別の番組で、うん、生放送やってたんですけど、しんどかったですよ説明するの。でもね、日経平均10月4日なんですけどね、ナスダックはね、これまた後で言いますけどもね、前月の10月3日ここなんですけどね、なぜここなんですよ、9月26日なんですよ、うん、だから鈴木さんのおっしゃったみたいに、半導体とかメガテックとかっていうのはいち早く今回の金利の上昇っていうのもそんなのに関係ないよというので、お金はそっちに行ってると、金利に負けないって言ったら変だけども、水準じゃないんだっていう、もっととんでもない未来が期待されてるんだっていうグループがこのナスダックに大勢混在しているので、半導体もそうだし、巨大ビッグテック、それからナスダックの100なんかもやっぱりこの26日がボトムですね、うんうん、これちょっと結構ね重要なところだと思います、うんうん、一方でダウなんかは、ダウはね確かもう1日かかるんじゃないかな、10月、まあ、3日か4日かその辺ですね。で戻りやっぱり鈍くなってる。でここまで金利が上がってしまって、しかもこの金利が高水準でステイする、維持されてしまうと、バリュー株もバリューがなくなっちゃうんでね、うん、これしんどいところです。で、諸悪の根源とみられる10年金利がこちらなんですが、これはちょっと矢島さんに後で言うんですけども、これ 4.8 とか 4.9 とか、人によっては5とか 5.5 とか7になるなんていう人もいるんだけども、うん、それはちょっと無責任ですよね。無責任っていうか、それで経済がバランスするかちょっとしないと思うんですよね、うん、だからそのバランスしないっていうことを前提なのかどうかですよね。いや、バランスしないんだったら確かに株は全売りになっちゃうんだけども、うん、著名人が、それこそ養殖の人たちがこぞって金利上昇をみんなが高派の大合唱してるという、うん、昨今の動きも、ま、途中からね、副議長なんかが先導してですね、うん、ちょっともういいよみたいな感じ言ってきたけど、うん、言ってきたんですけども、私はこれを見ながら、今を去ること、もう36年前のブラックマンデーを思い出しましたね。あの時代にこんな感じだったんです。若かったので今でも脳裏に刻まれてるんですけどね。脱線しそうなんで先に行きます。ドル円はね、アングリー口開けて見てたみたいな感じです、先週深谷さんがお見えになって、
結局介入なかったんじゃないのっていうことをおっしゃってましたけども、うん、矢島さんはどう見たらやってますか。介入、いや僕もだからずっとその画面見てて、うん、動きずっと見てあれと思ったんですけど、うん、なんか出てきてる統計とかから見るとあんまり介入やったっていう形跡がないので、やってなかったんじゃないかなと思うんですが、やったとしてもちょびっとでしょうね。そうそうですね、うん、多分そうだと思うんですけど、やっぱ今日本サイドの当局が狙ってるのは、うん、なんかその反転する材料があった時に合わせて介入したいって多分思ってると思うんですよ。うん、二度と150円にいかないように、はい、そうそう、で、うん、それが今のところ今ないし、ましてこれ戦争の話出ちゃったからちょっと当面無理かなっていうので困ったなと思ってるんじゃないですかね。その反転する材料というのはどういったものですか。例えばアメリカが、弱いとか、うん、もう利下げに向かうんじゃないかみたいな話になった時に、うん、多分追加的に介入するともう一気に多分ゴーッと反対側に行くと思うんですけど、40円まで落ちると思いますよ。うんうん、でも40円まで落ちても40円切らないとまた50円にじわじわいくっていうのがやっぱり金利が高止まりする時の怖さになりますよね。まだあとその日本サイドから考えると今、まあ、あれですけど原油がまた90ドル超えてくるような状況になって、政府の方がその物価高対策を打つのに何もしないのかっていう多分そういう流れになるかどうかが多分ポイントで、うん、それにならなければちょっとしばらくこの時間稼ぎするんじゃないですかね。もう一個これあえて火中火の中の栗を拾う必要ないと思うんだけど、うん、イスラエルの問題に対して日本ってかなり遠いところに座ってますよね、うん、これどっちがいいんですかね。このまま傍観してアメリカとかヨーロッパの対応を見てその後についていくのがいいのか、それとももう少し近づいて接近してそれなりに情報を取って、でそれなりに自分たちのポジションというか自分たちの意見を述べた方がいいのか、どっちなんですかね。この問題はべき論と予想とかいろいろあると思うんですけど、うん、多分予想っていうふうに考えるとこれ多分イスラエルが地上軍を多分投入することになるので、うん、もっと多分その死者数が増えるっていうとか、うん、もうなんかその映像ではもうこう目がこう閉じてしまうようなことが多分起きると思うんですよね、うん、でその時にG7 が今回言ったそのイスラエルを後押しするような話って日本国民とかがそうだそうだって言うのかなっていうのもちょっとあると思うんですよ、うん、そういう意味では、うん、今回岸田政権がやった話っていうのは、まあ、一応中立じゃないですけどそこよりの G5 の話よりも少し引いたところからいるっていうのは日本の中の立ち位置としてはみんなが理解するっていう状況になるのかなっていう気はするんですね、うん、ただし、うん、今なんかその、対中の問題とかこれからも中国今いろんなことやり始めてるって考えてる時に、うんはい、やっぱ G5 の協力がもう絶対必要って考えると、うんうんうん、その G5 と距離感が置いたような政策を今回やったっていうことがどう出るのかっていうのはまあちょっと別問題になっちゃってて、うんうん、そこは個人的にはちょっとその乖離すんのはまずいんじゃないかなというのは自分の中でのべき論ですけど、ね、難しいですよね、うんうん、なんか一市民的感情的にはせめて日本は平和を訴えようというのはべき論的に思うんだけども、うん一方でこのビジネスの世界とかマーケットの世界見てるとこれ離れちゃいけないしなっていうのもあるし、まあイスラエルどこまで、まあ、本気といえば本気なんでしょうけどね、うん、どれぐらいのサイズのどれぐらいの規模のね、うん、戦争行為なのか、ね、それとそのウクライナのさっきのロシアの話でこんなことは起きないだろうって思ってた話で今ちょっとやっぱ考えておかないといけないのは、うん、明らかにそのイランの関与があったっていうことをアメリカサイドも言ってるし、うん、まあなってるじゃないですか、うん、そうするとそのイランとの関係っていうのは普通に考えたらイランは突入しないし、西側もイランに対して何かをしないだろうっていうふうに今思ってますけど、うん、思ってる、うん、本当にそうなのかっていうところは、うん、ちょっとすごい怖いですよね、うん、そうなんだよね、うん、一体誰が責任者で、まあ、責任者いないのかもしれないし、うん、ある意味ちょっとしたこう無政府的な世界で動いてたら我々一体何を手がかりにその平和とかそういうのを守っていけるのかっていうのが分かんなくなる、またこれ脱線しちゃいましたね、うん、そういう1週間だったんですが先を急ぎます、ドイツの方も同じような動き方です。同じような動き方なんですがこちらもですね株は上昇で、1週間が終わりました、イギリスも同じですね、株の反発局面です。分からないのはですねこっちはこれはどっちなのか、原油です。はい、私の若い頃だったらこのニュースは圧倒的に原油100ドルなんですよ、150ドルになってもおかしくないぐらいの話なんですけども、うん、一応今のところサウジアラビアの方は、平静を保ってるというか特に強いコメントは来てないですよね、うん、まあ
サウジは今回の話でハマス寄りの話を言ってるのは、そういう意味ではサウジアラビアとイスラエルが急接近しているところに今回の目的であるくさびを打ったということには多分なってるんだと思うんですけど、もう一方でその別の動きで、その原油関係に関してはさっき その変な言葉ですけど、その戦争は買いで平和は売りの話なんですけど、それの前提で結局なんか何もあんまり私たちには関係ないよねっていうところが多分原油市場で起きてるんだと思うんですよまたこれはこれでね、そう、だからこれもどうかなと個人的にちょっと思うんですけど、これその前にこれ急落してるのはやっぱり長期金利の上昇で、これもまた圧縮されたという売りで、ここは理解できるんだけど、そこから先一回上に行ってまた下に行ってという、これはこれで中でなかなかこれ方向感出ないというか分かんないでしょうね、マーケットが。それとあと今マクロの統計で見るとやっぱり元気ないのはやっぱ中国ですわ、元気ないですね。だからやっぱり上狙うときに中国のニュースでいいニュース出てくると上に行きそうな感じに多分なっていくと思うんですけど、そこがちょっとなかなか出そうにないので今、中国の話で言うとまた脱線しちゃって申し訳ないけどね、今週一番ね目を引いたというか一番調べたのがね、ルイ・ヴィトンの決算なんですよ。私えったん悪くなってるんですよ、えらい悪くなってたよ。要するに高級品、これは中国が一つの要因なんですけども、アメリカでもやっぱり同じで、ルイ・ヴィトン売れてるの日本だけなんですよ、リオープンしてるからなんですけどもね。で中国のことっていうのはどちらかというと我々はそれはそうだろうなと、どっかで行き詰まると思っていたから、言った通りだろうみたいな意見になるんだけども、言った通りにならない、さっき言った予想をつかないところがやっぱり局所局所で起きていて、その一つが高級品と言われているグッズですよね、これが世界で急減速始めてるっていうのがちょっと気になるんですね。いや確かに今週僕も一番びっくりしたニュースは京都行って、京都 そのタクシーの女性の方でお話いろいろしてたら、なんか最近の観光客って変わったんだよねって言って、何なんですかって言ったら、ホテルはね8000円台をまず選ぶでしょ、で食べ物はねなんとか市場とかですごい安いものを食べるでしょ、でお寺とかっていうのは全部無料のとこ近いから、もうケチなのよとか言って、これコロナの周りと違うわよとかっていう話って、なるほどなと思って、日本でも安いんだからいいんじゃないですかって言ったら、いや安くてもなんかそういう感覚の人ばっか来んのよとか言われて、高級ホテルが乱立したんですけどね今日。そうだからそれ予約取れないだけじゃないですかとかっていう話をしてて、いやそういうことを初めて聞いたんで、なんかちょっと変わったのかなと思って調べてみようと思ってたんですけど、また脱線してしまいました、すみません。で、金価格の方は、タカ派のショックでこちらの方も、大ダメージを受けたんですが、日本株並みにリバウンドをしてきたと、こういう動きになってます。以上1週間での動きでございました。はい、では続いて鈴木さんが選ぶ今週の良かった銘柄と悪かった銘柄を発表する鈴木和之の今週の MVS のコーナーです。お願いします。はい、難しいマーケットですね、7銘柄ですね。半導体が相当動いてまして、これはやっぱり買われたのね、ここだな、これは年初来高値を更新しました。1月とか6月以降相当強い持ち合いを続けていたんですが、で半導体株が下がっているものが多い中でレーザーテックだけはしっかりしていた、ただ上にはなかなかいけなかったという状況ですね。で9月末に新たに日経平均採用銘柄になりましたので、その分 需要超過が9月末ずっと出ていたと見られていたんですが、ところが週明けからかなり大きく上昇しています。この週末の報道でもありますが、その TSMC が九州熊本に第二工場を作って、で6ナノ、今第一工場では12ナノからないし6ナノぐらいですが、今回6ナノよりもっと最先端のものを作るというのをどうやらやってるらしいという報道があって、そこから動きが出たというのも一つです。それから脇役ではないですが、もう一つの主役のディスコ、それから東亜というモールディングの後工程の機械ですね、それを作っているところはどんどん上場来高値を更新していたというのもバックにありますが、一斉に動き出して、がぜん活性化して、売買代金がこれ1日で木曜金曜4000億5000億できてるんですよね。すごいですね。トヨタが今1日で600億円ぐらいですから、ソニートヨタが600円で10倍ぐらいの売買代金ができていて、ぶっちぎりのダントツで、マーケットの人気は完全にこちらに集中しているという状況ですね。さすがに金融政策の及ばない世界ですよね、これね。関係ないという世界ですね、はい、アメリカでも NVIDIA がまたしっかりし始めたというのが一番大きいと思いますね、それと、もう一つ、ソニーですね、これも
今回 その下落の過程で、まあ、一番最初に下がったのがこのソニーです、ね、うんうんうん、ソニーがピークをつけたのが、6月の頭ぐらいです。でその時ピークをつけたのが6月の15日ですね。でファナックとかキーエンスとか、うんうん、安川電機も同じようにその時に高値をつけてしまってずるずる下がっていた。で戻る過程でもほとんど戻らなかったというところから浮上し始めていると。まあ、期末9月末に売られたものが買われているっていう状況が分かりやすいんですが、ソニーはその前から売られていて、かえって9月末はそんな売られていない、うんうんうん、それが改めて買われている。TSMC の熊本工場はやっぱりソニーが出資してますので、うん、この辺りから来てますが、この8月、9月の高値を抜いてきたというのは一つ大きいですね、うんうんうん、主力も動いてます。それからこれ DMG 森世紀も、まあ、これは典型的な動きですが、9月の15日にアメリカの FOMC 前後にピークをつけてずるずる下がって、で、9月の権利、これ12月決算ですので配当値はあまり関係ないんですが、まあ、10月明けてもさらに売られる、まあ、1週間前の水曜日がボトムでしたけど、でそこから急回復するっていう銘柄が、機械でいうとアマダとか DMG 森世紀、最高益更新するような会社がこういうふうに急騰してるっていうのが、まあ、一方ではあります。そしてもう一つ、これがポイントなんですが、 TDK ですね、これ年初来高値更新です。これポイントですね、うん、TDK という、はい、終わったというか、うん、過去というか、アメリカではインテルみたいな立ち位置の会社がってやつですよ ね半導体ではないっていうコンデンサーの会社で、うん、やっぱり自動車の生産が一つ回復してるっていう、まあ、車載車向けの部品がやっぱり相当出てるんだろうなというのが一つあって、これも9月の高値を更新して年初来高値更新という動きになってきてますが、ここまで強くはありませんが、村田製作所あたりもあとくっつくような形でついてきてますので、 IT 企業、台湾の IT 企業が前年対比では 16% 減収なんですけど、前月比8月対比では 24% 増収ぐらいになってきますから、そこが入ったかもしれないぐらいな感じで、スマホパソコン市場みんな見始めてる。 まだはっきりしないんですけどね。でこれそしてもう最前、これ見にくいんですがストップ高です。木曜日ストップ高まで買われて、小売決算が良かったところは大きく上昇しています。8月決算で営業利益が72億円、日本は赤字なんですが、中国、韓国、台湾、アジアが相当伸びていって今引っ張ってます。で今期、今通期、今8月期に8割増益で最高益を更新するとすごい会社ですよね。日本のサイゼリアは値段を上げてないんだけど、中国では爆上げしてるという、日本は絶対値段上げませんという、まあ、ガッツといえばガッツですけど ね、 そうですね、ありがたい話ですけど、先ほどの矢島さんの京都のタクシーの運転手さんのお話とちょっと通じるところはありますが、やっぱり安いところを庶民はみんな求めているというところはありますね。ただこれもう一つ、もう二つですね、悪かとは資生堂です。これはインバウンド消費もそうですが、業績が相当厳しい、コーセーもファンケルも同じように下がってしまっている、ドラッグストアも一斉に下がっているという動きも一部では見られます。全部ではありませんが、まずこれが一つ。もう一つ、こちらコメダですね。これ決算発表してよかったんですが、店舗数の拡大は止まったなというところです。1000店舗を突破して、まあ、関東でも、それからお膝元の中京地区でも、それから関西地区でも、店舗を新規に拡張するという動きを今止めている状況です。単価の値上げだけで、増収増益が今回の決算ではキープされたというのが分かりましたが、ただ次の戦略がなかなか見えないというところが一つありますね、うん、矢島さん、これ経営者頭痛いですね、うん、単純に販売価格を上げればいいと思ってたらそうでもなさそうじゃないですか、うん、でももう完全、まあ今週というか小売関係の決算ね、すごくいろいろ分かれたじゃないですか、うん、だからそのお客さんの多分二極化が起きてたと思うんですよね、うん、だから広角内のところでやっぱ儲けられる方と、やっぱりその価格を上げないで数量で稼ぐところと明確に分かれちゃってるので、小売ってやっぱりちょっと僕は見るの難しいですよね。そうですね、はい、はっきり分かれてる、うん、でもまあそれこそがイノベーションですよね、結局、うん、ここでもがき苦しむ姿で、その次が生み出す力があれば、それは成長できる企業ってことですもんね。そうそう、でさっき の資生堂とかだと、やっぱりちょっとその決算上とかいろいろ気になるのって、やっぱ中国でその日本製品がどういう扱いになっているのかって、うんうん、特にその体につけるものとか飲むものとか、うん、そういうのがね、結構これからまだ影響続くのか、短期的で終わるのかっても結構でかいかなって気はしますよね。いろいろな情報が包まれていた今回の MVS でした。みんな考えながら今日喋ってますから、はい、ありがとうございますでは続いては岡崎さんと注目ニュースです、はい、
そのアメリカの長期金利についてもう一回ちょっとこうできるだけ自然な頭で柔らかい頭で考えてみようというそういう、考えでですねいくつか資料を持ってきました、はい、まずもう一度アメリカの10年金利がどんなふうに動いたかというのを皆さんと確認してみたいと思います。7月の12日から取ってます、まあ、つまり早い話が過去3ヶ月の動きなんですけどもやっぱりこと残りは7月まで遡らなきゃいけないと思うんですよ、はい、例えばアメリカの SP500 の高値は7月31日だったとかあるいはソニーの高値が6月にあったとか世界の株価っていうのはこの7月が大体高値なんですよね、うん、で日本のトピックスとそれからインドの株だけが9月まで上がり続けたんですがやっぱりこと残りは7月の FOMC でもう一回利上げをしたダメ押し的な利上げをしたとここから始まると思うんですね。で7月の FOMC で、現在の 5.25 から 5.5 というところまで FF レートが上がったあと10年金利はおもむろにこれまでは超えたとしても、瞬間的だった 4% を本格的に超えてここから長期金利 4% 時代が始まっちゃったんですね、うん、4% 時代が始まって、まあ、それでもアメリカの株にしてもあるいはアメリカのビックスにしても落ち着いた動きだったのでここはなんとか耐えれる時代かなと耐えれるところかなというぐらいに考えていたんですが9月の FOMC でまた12月に利上げをするぞと9月の FOMC 自体は利上げはなかったんですが12月に利上げをするというニュースが伝わると今度はここまで保たれていた4から 4.4 というゾーンを上抜けてついに 4.5 から5というゾーンに入ってしまった、うん、今回のショックはここだと思います。ここで事件が起きたという感じだと思います、はい、でここでですね、考えてみたいのがこの 4% のゾーンというのは何の意味があったのかそれからさらにこの 5% に近づくこの過程というのは何の意味があるのかという話なんですが、はい、例えば、こういう絵を作ってきました。これ 3.85 のゾーンにラインを引いています。なんでここに 3.85 のゾーンにラインを引いたかっていうと今 FRB の FOMC ミーティングっていうのは3ヶ月に1回経済見通しを出しています。で FRB の今の目標は 2% にインフレをとどめるということですね。で FOMC の見通しで経済成長率はずっとここのところ 1.85% と、まあ、発表されています。これ実質の経済成長ですということは見通しに発表されてませんが仮に名目潜在成長率見通しみたいなものアメリカの経済の名目ベースでの潜在成長率見通しはというと私はこの 3.85 になると思うんですね。でこの 3.85 という名目経済成長見通し潜在成長率を超えちゃったわけですよね、うん、超えちゃったっていうことは一応これロジックとしては矢島さんこれオーバーキルというか、うん、長期金利が名目性長期金利もまた名目金利ですよね。こちら名目成長だから名目同士で競い合ったら金利が勝っちゃったわけですよね、うん、これは株にやっぱ売りになりますわね。あそう思いますってか、うん、でスプレッドに海外の方は海外のマーケットは大体この辺がピークなんで、うんまあ、セオリーとして理屈として合ってるかなと思うんです。で今度はですねこの9月になってからの FOMC からでもう一発上がってでここでなんで日本株特にトピックスがここまでやられたかという話なんですがここに登場するのが私この数字なんですよ、うん、名目の本当に過去のバックミラーです。アメリカの経済というのの過去30年間の名目成長率見通しっていうのはだいたい 4.85 ぐらいなんですよ今、うん、でここ超えてるんです。ここタッチしてるんですよね、はい、でこれって古い人間だからこういうデータ好きなんですけども何が怖いかというと教えてくれたのは、かのジョージ・ソロスなんですけれども、うん、こちらのグラフを見てください。これアメリカの長期金利の長い長いグラフです、うん、でこの赤い折れ線グラフは先ほどちらっと見たアメリカの経済の30年間の名目成長率の平均値なんですよ。でずっとこれ見てもらうと30年間の名目経済成長率よりもアメリカの10年金利はずっと下だったんですよ。そうですね。つまり経済の成長を阻害するような抑制するような金利の上昇はずっとこの三十数年間なかったんですよ、うん、で先ほどお見せした FOMC の見通しで、から汲み取った名目潜在成長率がこの辺です。これよりもずっと下だったんですよ。ある意味平和だったんですよ。それが今ということですか。それが今これタッチしたんですよ。でタッチしたのの前回タッチしたのがいつかっていうと忘れもしない87年10月のブラックマッデーが起きた。この時瞬間的にアメリカの長期金利が 10% に超える時代なんですね。
でこの 10% を超える時代に、かのジョージ・ソロスもあの頃の、マクロ系ヘッジファンドのですね、U といえばもう彼しかないんですけど、彼は思いっきり世界の株売ったんですよ、思いっきり世界の株を売って、でこれがアメリカで3割、日本も2割ぐらい下がりましたけど、ものすごい株を押し下げた、後世に残るんです。ただしかし終わってみると、このブラックマンデー起きたんだけども、幸いにもこの時代アメリカは景気後退はなかったんですよ、日本はまだバブルのまっしぐら進むんですよ。理屈としてはここで起きたことと今ちょっと起きかけたことっていうのは同じなんじゃないのっていう気がするんですけどね、安嶋さん。僕はその前々からアメリカ経済そんなに強気じゃないっていうか、はっきり弱気なんですけど、その理由がもうまさにこれで、どう考えてもその金融の状況と経済がバランスしないことが何か問題が起きると思ってて、その何がいつっていうのはちょっとなかなか難しくてずっと外しまくってるんですけど、でもひょっとしたらその京都のタクシーの運転手さんが教えてくれた言葉にキーワードがあるかもしれない、前からまあちょっとこれをちょっと思っていて、で2枚前のスライドって僕それがもうまさにこれがもう私の頭の中でもこれがほぼ全てで、今のその名目潜在成長率がもし上がってるとすると、上がってないとすると、逆に言うと今金利がもうかなり上にいってるので、これもオーバーキル状態ですね、相当まずいじゃないですか、もう一つ多分考えないといけないのは2つあって、あとインフレ目標値っていうのが 2% っていうので本当にいいのかっていうのは多分一つの論点あると思うんですけど、もう一つ私の中で、自分がアメリカの経済を弱気から外れてる理由で一番大きいなと思ってる、外したと後で分かるのは多分ここなんですよね。でアメリカがもしかすると潜在成長率が上がっている可能性があると僕はずっと前からちょっと思ってて、それさっき の, そのブラックマンデーのところの話からいくと、アメリカは結局ここから強いんですよっていうか、もともと強いからその金融の問題が起こった時も体力があるのでなんとか持つんですよね。でそのパターンになるとすると、アメリカの潜在成長率が多分上がってないとダメで、強くなってないとダメで、強くなきゃダメですよ。それが実は経済安保の話で、やっぱアメリカがどん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 そのインフレ抑制法も含めて世界の企業をもう吸引し始めているので、それが起こってるとすると、アメリカは強いままで金融のショックを多分受け入れられるパワーあるんだと思うんですよ、ね。ということはドル円は140円台のままで、そうで我々我が日本株は残念ながら見劣りがしてしまう、配当利回りが高くてもこんだけ気に入っちゃったら、アメリカの方がいいんじゃないのっつってお金吸い上げられてしまう。ただそのインフレ抑制法の怖いのはその日本の企業が多分アメリカで活躍どんどんするようになるので、日本の企業は稼ぐんですよ。そうかそうか、アメリカ貸していくわけね。だから日本の企業の株価が弱いとは別問題なんで、なるほど日本の経済は弱いかもしれないですけど、そこが今ちょっと起きつつあるんじゃないかなっていうのは思って、信越化学と住友林業みたいなタイプの会社がアメリカに乗り出してって、そこで成功を、掴む企業というのが生き残っていく新しい日本企業の生きる道ってやつ。だからその株価は弱いとは別問題だ。なるほどね、そうなんです。株価が弱いとは別問題で、こちらを見てください、高値を100としています。先ほど言いましたがナスダックはここ9月の26日が安値なんです。他にも9月26日に安値をつけているのが例えば、こちらの半導体株ですね。これがまあそうです。ナスダックもここで26日これです。ところが SP500 はこうなんですよ。つまりうぞうむぞうの500銘柄で見るとなかなかに新しい時代には進化できないんだけども、なぜか指数で見ると半導体とナスダックはこの高金利時代にも、オーバーキル時代にも生き残っていってる。なんか進化論の話みたいになってきましたけど、ね、そういう絵になってるんですよ。そういう絵になってる、まあ、矢島さんはひょっとするとそこにまた活路を見出す日本企業が生き残っていく時代が始まってるのかもしれないと、こういう話なのかな。そう、絶対そう思ってます、絶対って言わへんだけどずっとそう思ってますちょっとね最後飛ばしすぎましたけども、そんなことを考えさせられた1週間でありアメリカの長期金利上昇のニュースはそういう効果があるという話です。今週の注目ニュースでした。
続いてはアナライズプラスのコーナーです。ここからは日清基礎研究所チーフエコノミストの矢島康秀さんにお話を伺います。よろしくお願いします。はい、もうそういうパターンになってますけども、今日はいくらでも脱線してもらって結構ですので。いやいや、もう普通に普通にやりますか。はい、今日のお題はですね、はい、あの期待値爆上げ、所得税減税、解散で年末株高シナリオあるのないのって話で、なんか多いですね。期待値爆上げ、あ、減税の期待値が上がっちゃってるもんな。まあはけてちょっとあのエコノミストがよくこういうのをなんか何とかすべきだとかべき論があるんですけど、もうべき論とかもうぶっ飛んでて、もうほぼあの決まったことをちょっと今日お話をします。で今日大きく分けて3つお話しますけど、1つはあの政治日程、これはもうあのこういうことですという話です。からもう1つは今もう減税の話、対策でもう全開になっているので、ここであの今どういうことが起こっているか。で3つ目はじゃあそういうのやって、まあ、支持率上昇、解散の話とか、まあ、どうなりそうなのかって3点お話したいと。これでも支持率はじゃあこの減税とかかってるわけですね。かかってます。ああ、なるほど。でまず日程です。ここはもう、10月20日から、臨時国会が始まります。で、決まってるものは22日補欠選挙、はい、でこれが、長崎の衆院、徳島高知の参院、あの参議院ですね、合区ですからね。でここが2個あると。で10月の末に政府が経済対策を決定するというので、それの予算付けがまあ始まって、成立が11月のまあ下旬以降、まあ、まあスケジュール少し流動的になってます。で外交上12月の16から18 ASEAN があって、これ結構重要なんですけど、まあありますと。それから月内に12月に、来年度の予算案と税制改正大綱をやらなきゃいけないので、実は12月の末以降かなり政治的には忙しくなりますと。で、解散との関係と、今解散ができるのって多分3パターンしかないとも言われていて、一つは冒頭解散、あ、いきなりいきなり、やめるぞっつって、うん、で2つ目は成立後のこの非常にタイトな時期、それからもう一つはこの通常国会の中で、特にまあ予算が多分来年の予算が通った4月以降って、この多分3パターンが言われていて、今岸田さんは何を言い出しているかっていうと、今自分の最優先は今回決める経済対策をちゃんと通すことだというふうに言われているので、うん、解散からいくとこの一番のその冒頭解散がどうもなさそうで、ここを狙ってるんじゃないかっていう動きになってるっていうことです。これ非常に11月下旬から12月ものすごいタイトな中でやろうとしてるっていう流れになってるっていうのが、まず政治日程から見えるものです。で先ほどちょっとお話したあの、この個人向けの減税の話なんですけど、なんでこれが急に注目を集めたかというとですね、もともと岸田さんが経済対策やらなきゃいけないと、まあ、金をつけるぞって話を言ってたんですけど、この5つの柱がまあありまして、でこの経済対策を何でやるのかって言った時に岸田さんが言い始めたのは何かというとですね、税収がものすごく増えると。そうそうそう、まあ、いいことですよね、めっちゃ増えて、だからまあ名目経済拡大してインフレ気味になっているので税収が多分増えてるって、まあ、そういう話だと思うんですけど、この税収増えた分を国民に還元しますって言ったんです。いいことじゃないですかと、じゃあ国民に還元するっていう経済対策の中身を見た時に、物価高対策で今僕たち困ってるじゃないですか、企業の減税みたいな話も当然あるんだけど、じゃあ私たちに何してくれるのって話にもなると。今はね、でその時に出てきたのが突然所得税になったんですね。で岸田さんは別に所得税って言ってないんですけど、あの自民党の幹部がみんな所得税所得税ってもう明言しちゃって、公明党の代表も所得税プラス給付金だってもう言い切っちゃってるので、あれ出どころ自民党なんですか、あれは。もともとはちょっと意外でしたねそれ。まあ、あの野党がずっと言うのはずっとまあ言うとしても、まあ、あの自民党の中からもそういう話 で自民党の官邸の面々は消費税はもうやらないって言ってて、それはそうでしょう、そうすると考えられるのは給付金、消費税、所得税で、まあ、個人関係そういうところになるじゃないですか、そうするともう所得税一本にどん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 なってきて、まあ、それまでに出す人、それから所得税を払ってない方に還付するという意味では給付金っていう話で、今所得税プラス給付金という流れにもなっちゃったっていうのが今起こってる話です。そこまで来てんの？もうそこ来てるんですか？そこまで来てるんですね。来てるんですか？はい、で実際にこれでその岸田さんの政権の支持率がどうなるかっていうところなんですけど、今状況から見るともう、全然上がんない、下がりもしないけど上がりもしないっていう状況がまあ続いていて、過去やっぱ解散があると何らかないで株上がるんですよ。だから解散があるかどうかって年末の株高のシナリオという意味では一つ、まあ注目されてるんですけど、この支持率が上がるかどうかっていう問題を考えた時に、
本来ですけどね、本来ですよ、またちょっと戻っちゃうんですけど、私たちが今すごく一番困ってるのって何かっていうと、物価があった時に、まあ今少し足元落ち始めましたけど、あのエネルギー価格のところは政府のいろんな支援で、まあマイナスに出てきてる、そうですね。でも一番さっきの話、サイゼリアの話じゃないですけど、食品のところがもう上がりまくってて、ここを何とかしてほしいっていうふうに考えると、エコノミスト的なべき論から考えれば軽減税率とかやった方がいいじゃないですか、本来的には。でもそういう話はもう一切ぶっ飛んで、あの所得税になってる理由っていうのはもう完全にあの政治マターになっちゃって、選挙マターになってるっていうことです。だからもうエコノミストの出る幕ないっていうこの1週間かもうすぐ怒っちゃってて、なるほど、これがもう日本の中で今もうぶっちぎり進んでるっていう状況になります。GDP も何も関係ないですよね。もうあの完全にその支持が受けれるような話をするしかないっていう話になってて、じゃあ問題ならその、国民が支持をしてくれるかとかって話で考えた時に、あ、まあ、これいいな、この票、この票もらって帰ろう、これこれうちのあのチームでもうみんなで作ったんですけど、これ過去所得税減税って結構実はいっぱいやってるんですよ、ね、そうね。でもね、あのダウンロードできないんですよ、一個一個バラバラででしょ、これやばいな、この資料とか一応日清基礎研究所作成ですけど、ね、過去ですね、94年ぐらいからもやってるんですけど、一番私たちが多分覚えてるのは、99年のこの高級減税、これ 20% の、20% のまあ所得税減税やったんですけど、これがずっと続いて2007年まで続いたというのは、ここがまああるパターンですね。でこの前は実は単年でそれを継続して少しずつ縮小しながらやったっていうまあ流れなんですけど、大体規模的には、例えばあの見ると大体500万世帯で 2.3 万円、700万世帯で 5.2、 これちょうどこ の、 あの定額の給付金とかなんですけど、これ前後も大体これくらいで、だから大体500万円世帯だと2万から3万円ぐらいの減税っていうのが過去大体 の、 あの経済規模なんですね。そうすると今回も、まあ、それくらいはやるでしょうっていうことになると、所得税の減税がおそらくあのこれ見ていただくと1の後半からまあ3ぐらいなので、まあ、3ぐらいとして給付金をまあ 2兆円ぐらいだとすると、所得税給付金を出したの還付で5兆円ぐらいの数字が多分出てくるんじゃないかなと思うんですね。税収60兆70兆あるから、まあ、1割に届かないって感じ、まあ、増えた分 10何兆とか、まあ、計算の仕方にもよりますけど、どっからの税収増加にもよりますけど、まあ10兆円ぐらい増えた分の、まあ、5兆円ぐらいを出そうかっていう話に多分なると思うんですね。で経済対策っていう意味だと、さっきこれ1本目の柱だけだから、あの残りの4本の柱を足し合わせると、おそらく10何兆円から20兆円ぐらいの数字が出てくるので、これを国民がどうあのまず反応するかって言ってるんですよ。まあでも金お金をいただけるのは多分反応しちゃうんじゃないかなと。なんかでもね、自社株買いに似てますよね、これね、要するにその発想として、つまりあの成長設備投資とか成長する分野にお金を使わないで、あのもうこの会社も、もういっぱいいっぱいマチュアになってるからっていうので、まあ、国にあの国民に返しましょうっていう、要するに株主に返しましょうって、それの同じ発想ですよ、これね。でその時にその自社株の例えば例でいくと、じゃあ今年だけやるのか、さっきの高級でこれから毎年やるのかどうかが多分肝で、今自民党とかはこれを言ってないです、高級何も言ってない、だから支持率が実はあんまり上がらない形になってくると、今期待値これ爆上げしちゃってるから、次の期待値の爆上げっていうのはその、単年でやるのか99年にやった時に高級でやるのかっていう、多分こういう議論になってくると思いますけど、ここが多分あの最大のポイントにこれから1週間ぐらいの間になるのかなと思います。というのはあのさっきの日程表でいくとですね、何が一番選挙をもしやろうとした時に問題になるかっていうと、ここの補欠選挙で勝たなきゃいけないんで、衆院と参院に勝たなきゃいけないんで、この後に対策をもっとやりますとか言ってもあんまり見ないから、この前段階でその所得税の話をもりもりにもしするならですけど、あの高級化みたいな話を言い出す方が出てくる可能性があって、あの結構、10月のこの後半、私たち の、 その生活面で考えた時に結構この税金が変わる可能性が出てきてるっていうのが今日本の、まあ、消費をめぐる話、あのすごいですべき論がないっていう、これも結構私個人的に初めてにしかいんだけど、まあ、こういう状況にもなっていると。あのさっきちらっと出たから、給付金っていうのもやるんですか。給付金やります。なんでかっていうと、2つあって、所得税あの
決まるまでって時間かかるじゃないですか、うん、だからその時間がかかる、これ時間がかかる前までに、うん、なんかそのつなぎをしようかみたいな話が多分1点目と、うん、もう1点はあの所得税やっぱり納めて払ってない方がいらっしゃるので、うん、その方にもやっぱ還付するのは当たり前だろうって考えるとやっぱ給付金も絶対出るはずなので、うんうん、まあ、これ大体あの、2008年とか2兆円ぐらいやってるから、まあ、この辺の足し算すると大体5レベルぐらいの数字が多分出てくるんじゃないかなと、うん、でも5兆円は結構でかいですよ、うん、まあ給付金はでも、まあ、人気投票として見たら強烈に効きますわなこれね、と思いますね。握手券配布みたいなもんですからねこれね、うん、アイドルで言えばね。いやただあの私解散があるかないかっていうのはなんかいつもだってありますないとかって結構はっきり言うタイプの方だと思うんですけど、うん、今回は分かんないです、うん、もう五分五分だと思いますわ正直。これかつて所得減税っていうのは記憶ではもう20年近くやってないんですけど、かつての所得減税っていうのは常に大変な景気不況期に、うん、経済対策としてやってきたわけですよね。今回はただ単純に還元するというだけのためにやるということになるわけですね。まあ、だから本来の景気対策、それから、まあ、あのべき論から考えればですよ、私たち賃金に比べて買うものが高いのでその分のベース の賃金を上げるというのは税金を下げればまあなるので、あのべき論としてはそういう話があるんですけど、もうべき論何もぶっ飛んでてとにかく家計に還元の。タイトルとしてはなんかインフレ対策なんですかねやっぱりこれ。本来的には物価高対策ですね、うん、だからあの軽減税率とかそういうの本当は議論するはずなんですけど、うん、一回も聞こえてないじゃないですか今回のこの速さは異常でしたね、という流れが今日本の中でちょっとあの世界とは全然違う動きがあの動いているという話でした。以上です。だからね、べき論がないっていうのも、もうちょっと続けてどうぞどうぞその何兆円かは消費に向かまるはずですよね、うん、結構向かうんじゃないですか。やっぱり鈴木さん内需じゃないですか、うん、あ、内需系の方がこのところずっと強いですね、うん、で基本的な内需ですよね、まあ、さっきのサイゼリアというのが今日話題に出ましたけども、基本的な内需で高級品の内需ではなく、うん、そっちの方に行くのかな、まあ、生活密着型の産業が真っ先に浮かびますよね、うん、はい、確認しました。はい、忙しい冬になりそうですね、はい、矢島さんありがとうございました。ありがとうございました。最後に番組からのお知らせです。 BS 順に12では各週土曜日朝6時からマーケットアナライズコネクトを放送しています。投資を始めたばかりの人、新しいNISAの始まる今年こそはと投資を始める準備をしている人、そして投資の世界を通じて経済や企業の知識を深めたいと考えている人などにぜひ見ていただきたい内容をお届けしています。次回の放送は10月21日土曜日です。ぜひご覧ください。そして週間のマーケットをラップして投資の情報をお届けしています。こちらの YouTube は引き続き毎週お届けしていく予定です。どうぞチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それではまたテレビ、YouTube でお会いしましょう。さようなら。さようなら。